こんにちは、ノーです。では721日目、ネックロール連続10回挑戦ということでやっていきたいと思います。前回は4回行くことができました。初めてですね、4回行くことができたのでめちゃめちゃ嬉しかったです。ということで、まあ、あのボールを高く上げるで、体の正面でボールを上げるで、肩の先端でボールを上げるという感じでちょっと意識、ね、していって、あとは、まあ、屈伸ですよね。膝ね、膝の瞬発力を使ってちょっとやっていきたいと思います。では今から5分間やっていきたいと思います。よし、じゃあちょっと行きます。正面で上げてないからボールがこっち行っちゃうんですね。さあ、5回行った。5回行って行きました。行きましたね、5回。行きました。今よっしゃ、よし
おっしゃ、嬉しい。今日5回行きました。いや嬉しいっすね。いやめちゃめちゃ嬉しいです。5回。いやなんかほんのこう4日前かな、あのアドバイスを受けてやっただけなんだ、だけなのに噛んじゃいましたね。5回行きました。いやめちゃめちゃ嬉しい。昨日が4回で今日5回でした。いやーやっぱボールの高さをちょっとこう高くすることによってやっぱり違うんだなと思いました。よし、ありがとうございます。いや最初はなんか本当にできるのかなって諦めかけてたんですけど、やっぱりね続けていけばなんとかなるんじゃないのかなって思っています。はい、ということで今日はこれでおしまいしたいと思います。またお会いできればと思います。そしていつも応援の方ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。